国鉄タム7700系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別である多差6100系、多機6800系、多機24600型についても本項目で解説する。本形式は、 塩化メチレン専用の15トン石二軸貨車である。1960年から1965年にかけて4ロット4両が三菱重工業、富士重工業、日立製作所において申請された。製造の状況は次の通りである。所有者は新越化学工業であった。1979年10月に制定された化製品分類番号では、 九十六が表記された。千九百七十七年十一月四日にタム千七百三が廃車となり、千九百八十七年四月の国鉄分割民営化時には三両が JR 貨物に継承されたが、千九百九十六年十二月に残りの全車が廃車となり、同時に形式消滅となった。タンク体材質は積み荷の純度保持のためステンレス構成で、 ドーム付きの磁気銅タイプである。保冷のため、タム7700は厚さ5 0ト、mm、ルのグラスウール断熱材、タム7701以降はスチレン断熱材に薄光反性の規制が設置されている。また、タム7701以降はタンク内の残液による腐食を防止するため、洗浄装置が設けられている。塗色は黒。二役方式は全車とも、 ドーム帳部に設けられた液入管からの上入れ、土質管による下出し方式である。ドーム帳部の配管、便装置は円筒形の構成カバーに覆われている。タンク帯上部には、荷下ろし時にタンク内部へ流入する空気の除湿のため、救出装置が設けられている。下回りは、タム7700が、長さ 7700mm、タム7701以降は、 長さ 7200mm の平台枠で、走り装置は2段リンク式2月28日から1974年5月21日に、かけて、日立製作所、富士重工業の2社にて3ロット4両が製作された、円ンカメチレン専用20トン石タンク車である。記号番号表記は、特殊表記符号、公前置し、小田差と表記する。新越化学工業が所有し、 黒い液を常備液として運用された。タンク体材質は積み荷の純度保持のためステンレス構成で、ドームなしの磁気銅タイプである。保冷のための断熱方法は、厚さ7 5ト、mm、ルのウレタン方式、厚さ1 0 0、mm、トルのグラスウール方式付き、小たさ6103の2種類あった。タンク体上部には、荷下ろし時にタンク内部へ流入する空気の除湿のため、 救出装置が設けられている。200方式はタンク上部に設けられた液入管からの上入れ、都市管による下出し方式である。1979年10月に制定された化成品分類番号では96が表記された。全長は 1300mm。 全幅は2 3 8 8ト、mm、ル、全高は3 4 8 6ト、mm、ル、台車中心間距離は6 2 0 0、mm、トル、地上は15.2トン、換算量数は積車3.5、空車1.6である。台車はベッテンドルフ式の TR41C、TR41E-4 であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には、 全社が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では全社建材であったが、1996年12月に全社一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。多岐6800型は1961年4月18日に、 富士重工業にて一路と二両が製作された、円亀地連専用30トン石タンク車である。記号番号表記は、特殊表記符号を、公前置士、小滝と表記する。三井化学が所有し、笠寺駅を常備駅として運用された。その後社名は、三井東厚化学へ変更になった。タンク体材質は、積み荷の純度保持のためステンレス構成で、 ドーム付きの磁気銅タイプである。タンク帯上部には、荷下ろし時にタンク内部へ流入する空気の除湿のため、救出装置が設けられている。二役方式は、タンク上部に設けられた液入管からの上入れ、土質管による下出し方式である。全長は 1300mm、全幅は 2400mm、全高は 3872mm。 台車中心間距離は 6200mm、地上は17.0トン、換算量数は赤車5.0、空車1.8である。台車は別天ドルフ式の TR41C であった。1973年2月22日に小滝6800は富士重工業にて滝6810型へ改造をされた。1974年3月4日に、 小滝6801が廃車となり、形式消滅した。製造より13年と短命であった。滝6810型は1973年2月22日に、富士重工業にて、滝6800系小滝6800より、改造されたクロロホルム専用33、トン石タンク車である。 クロロホルムを専用種別とする箇社は本形式の他には、多岐 9000KH 形式があるのみである。改造内容は、土質管による下出し方式であったものを、乾燥窒素加圧仕様による液出管からの上、出し方式に変更したことである。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知し小滝と表記する。三井東厚化学が所有し、笠寺駅を、 常備駅として運用されたが、1年後の1974年12月11日に廃車となり、同時に形式消滅となった。滝24,600型は1974年7月18日に、日本車両製造にて1両のみが製作された、円ンカメチレン専用35トン石タンク車である。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。 落成時の所有者は、朝日ガラスであり浜5駅を常備駅として運用された。その後所有者は、関西化成品輸送日本石油輸送関西化成品輸送と変遷した。タンク体材質は、積み荷の純度保持のためステンレス構成で、ドームなしの気道タイプであり、保冷のための断熱方法は、厚さ1 0 0、mm、トルのグラスウール方式であった。200方式は、 タンク上部に設けられた液乳管からの上入れ乾燥空気使用による液出管からの上出し方式である。1979年10月に制定された化成品分類番号では96が表記された。全長は 11700mm、全幅は 2587mm、全高は 3782mm、 台車中心間距離は 7600mm、地上は17.3トン、換算量数は赤車5.0、空車1.6である。台車はベッテンドルフ式の TR41E-13 であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には JR 貨物に継承され、1995年度末時点では健在であったが、 2003年度に廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄多差6100経過者に関するカテゴリー、国鉄多岐6800経過者に関するカテゴリー、国鉄多岐6810経過者に関するカテゴリー、国鉄多岐24600経過者に関するカテゴリー。ありがとうございます。